はい、それでは3番2次関数の問題です。実は公立高校入試の回答速報1番と2番と5番は12日当日の夜作りました。ところが3番の2次関数の問題と4番の図形の証明の問題はしっかりとした図を書かないと分かりにくいだろうということで、12日の夜中に、未明に図を作り込みをしまして、現在13日の朝です。おはようございます。今日面接ですね。頑張ってください。それでは、そういうことで写す学生さんも変えられたので、まあ、自分で撮ってるので、これからは私が画面にも説明書きましたの でそれを、私が撮りながら、言葉を入れて説明していきたいと思います。下の図のように y イコール ax 次乗のグラフの上に点 A があり、 A の座標は3、4である。ただし A は0より大きいとする。この時に次の1、2の問いに答えなさい。1、括弧1、A の値を求めなさい。で、括弧2、X 軸上に点 P、点 B を OA イコール OB となるように取る。ただし B の X 座標は負とすると。この時1、2の問いに答えなさい。丸1、2点 AB を通る直線の式を求めなさい。もう一問問題があるんですが、それはまた後で説明しましょう。で、まあ、今言ったことを簡単に言うと、これが問題の図をきれいに書き直したものなんですが、この A の座標が、X 座標が3で、Y の座標が4だと分かった時の、この、スモール a ですね。スモール a の、値を求めなさいということです。それではこれはどうすればいいでしょうか。でこれはこういうことなんですね。y イコール ax 次乗は、まあ、結局3、4という点を通るんで、x 座標が3、y 座標が4というのを代入すればいいんですね。こうやって。でそうするとこうなります。qa イコール4。よって a が9分の4ということになります。じゃあ引き続いて、今度の問題はこの OA の長さ、 OA の長さがありますね、と同じ長さをこの OB の長さを取って B を取りなさいと。でその B と A を結ぶこの直線の式を作りなさいということなんです。さて、でこの OA の長さについてピンときてほしいんですが、この図よく見てください。3、横が3、縦が4で直角ですね。角が直角です。そうするとこの様々、中学で学ぶ典型的な直角三角形がありますけど、その、まあ、4つぐらいありますね。この、4つぐらいの典型的な三角形のうちこれです。3、4、5、斜辺が5の直角三角形そのものです。ということは OA の長さは5なんですね。5です。ということは OB の長さが5なんだから、この図のようにOB の長さが5、つまり B は、負の値で取るので B の値がマイナス5です。つまり点 A が3、0で、点 B は X 座標がマイナス5で Y 座標が0の点です。そうするとこうなりますね。 AB を通る直線の式はということですが、まあ、A、3、4、B、マイナス5、0を通るので、この一次関数の式を y イコール axb とすると、まあ、こう代入して この2つの式になります。4イコール 3a プラス b、 0イコールマイナス 5a 足す b と。でこれを、まあ、1から2を引きますと、4から0を引いて4、 3a からマイナス 5a を引いて 8a、よって a が2分の1になります。で a が2分の1の値を、まあ、1の式に代入、2の式でもいいんですけど、1の式に代入するとこういうふうになりまして、 B が2分の5で出ます。よって A が2分の1で B が2分の5だから、答えは Y イコール2分の 1X プラス2分の5ということになります。それでは、2の丸2番の問題です。で、ちょっと見やすくするために、もう2次関数の中に文章を
入れました。原点 O を通り直線 AB に平行な直線を L とする。この下の、直線ですね。点 A から X 軸に垂線を引き、 A から、垂線が下ろされているところを見てください。直線 L との交点を C とする。 C も確認してくださいね。また Y イコール AX 乗のグラフ上に X 座標が3より大きい点 D、 これ D ですね、上の方にあります、を取り、 D から X 軸に垂線を引き、下ろしてますね、垂線を引き、 OA との交点、この OA というのはこの O と A を結ぶ斜めの線ですね、との交点を E、 直線 L との交点を下の方に F があります、 F とすると、でこの AOC と三角形 ACFE の面積の比が16対9となるときに D の座標を求めなさいと。さて最後の比はこの、この薄緑色の三角形と、それからあの青色の、まあ、台形のよう、台形ですね、台形の比率が16対9です。でこの16対9というのはちょっと分かりにくいんですが、ちょっとここで発想をしてほしいんですが、三角形 OAC と AOC と、それからこの四角形 EACF、 このその台形ですねの比較の面積だと分かりにくいんだけど、この2つを合わせたらどうでしょうか。でそうすると小さな三角形 AOC と大きな三角形、青も含めた大きな三角形 EOF になりまして、これ相似ですね、相似の三角形になります。その発想をすると、実はこの小さな三角形、緑だけの三角形の面積16に対して、あの青部分を含めた大きな三角形は25の面積となります。16対25という比率が出てくるんですね。これが重要です。さてここで相似比と面積比の関係を、考えておきましょう。まあ、特に、体積の方は今回出てませんので、面積のところだけでいいです。相似な平面図形で相似比が M 対 M ならば、面積は M 次乗対 N 次乗、逆に言うと面積が M 次乗対 N 次乗ならば、相似比は M 対 M なんです、N なんですね。そうすると実はその考え方が、この三角形、大きな三角形と青部分も含む、あ、小さな三角形と青部分も含む大きな三角形で成り立ちます。それではいきましょう。OAC と表現して、しました。まあ、O を根元に沿うが見やすいかなと思って OAC と表現した。 OAC と四角形 ACFE が16対9という比率です。でその、小さな三角形と台形の部分を足した大きな三角形が OEF ですね。でこれが実は25です。でそうすると、小さな三角形 OAC と大きな三角形 OEF が面積比が16対25、つまり4の2乗対5の2乗です。ということはこの三角形の相似比は4対5ということになります。で DEF の座標を考えていただきますと、これは結局ここですね、ここまでの、この延長で ここが4だとすると、ここまでが5になるはずなんですね。でということから考えると、F と E と D の X 座標はすべて、同じなんですけど、X 座標は3に引き伸ばした、拡大コピーした4分の5倍ですね、4分の5倍を計算しまして4分の15となります。 X 座標が4分の15で、この中で、D の点を求めるんだから、 D はあの Y イコール先ほど求めて9分の 4X 乗の点なので、結局元の式に入れましてこういう形になります。ということで
4分の25。よって D の座標は D、4分の X 座標4分の15、4分の20、Y 座標4分の25ということになります。はい。この考え方ですね。で、この考え方を、この2つの、ちっちゃな、繰り返しますけど、ちっちゃな緑三角形と、台形青部分を含めた大きな全体三角形の相似比、面積比を相似比に直して計算するのがこの問題のポイントです。